はい、どうも、千里図のテコンドーゴンドです。ね、お願いします。ということで、今日はですね、万劇愛用品紹介ということで、あ、すいません。ちょっとその前に、オフモードです。すいません。オフモードで、すごい、可愛い感じになってるんですけども、オフモードでーす。ということでね、万劇愛用品紹介ということで、本日はちょっと何を紹介しようかなと思ったんですけど、まあ、僕にあんまり、イメージのない、ものを紹介しようかなと思ってまして、で、しかもみんなも実際に使ってみたら絶対いいよねっていうものをちょっと紹介させていただきたいと思います。というわけで、本日僕が紹介する愛用品は、こちら！こちらですね。これ見えますか皆さん。これ見えますかね、これ。これね、お香ですね。お香。お香をこう、部屋で焚いてリラックスしてるんですけども、しかも、こちらですね、僕が愛用してるのはこのね、ローズムスクという、ローズムスクというね、まあこう読むのかわからないんですけど、そういうお香を使ってまして、これどんな匂いがしますかと言いますと、もうね、仏教の寺院のもう昔ながらの、いい香りというか、まあなんていうんですか、落ち着くね、とりあえずボヘミアンチックな落ち着く香りがね、すごい漂ってくるんで、これでいつも、落ち着いているというわけなんですけど、これやったらね、ほんまに服にも、匂いつきますし、すごいね、いい匂いになりますんでね、ぜひ、皆さん使っていただけたらなと思うんですけども、これを僕がどういう時に焚くかと言いますと、まず、ゲームしてる時ね、ゲームしてる時に、焚くとですね、まあゲームなんてムカつくこといっぱいあるんですけども、まあそのゲームの時に、焚いて落ち着かせるという効能もありますし、こちらね、二つ目にどんな時に使うかと言いますと、焚くかと言いますと、これ滑った時ね。これ滑った時、すっごい落ち着かせてくれます。滑った時、寝る前にね、寝ながらはね、危ないんで。寝る前に、こちら、タクト、本当に落ち着いた気分で、健やかな入眠できると。しかもね、これいいとこがね、これね、安いです。これ、某黄色のペンギンの場所で、なんと、100円ぐらいで買えます。覚えてないですけど、100円ぐらいで、しかも、15本ぐらい入ってまして、すごいお買い得になってますので、ぜひ、皆さんも、こちらでね、落ち着いた気分を味わっていただけたらなと思います。落ち着いた気分をね、味わっていただけたらなと思います。実際ね、どういう風に焚いてるかと言いますと、それをお見せして皆さんとお別れしたいと思います。こういう風にして焚いておりまーす。やっぱ落ち着きがね、足りないか、こういう風にして焚いてまーす。すっごい、すっごいいい匂いする。すごいよー。はい。これ、こういう風にね、炊くのは、まあ、個人の自由ですが、皆さん、予報要領をお守りください。以上、テコンドー近藤の愛用品紹介でした。すっごーい。